こんにちは、クリスチャンビジネスマン中村。今日はエピソード68でございます。12月30日2017年、今日俺の誕生日で35歳でございます。ありがとうございます。これ見える通り今日はビーチに来ております。砂浜です。で、まあ綺麗ですよね。ほんとこれがカリフォルニアのいいとこですよ。12月なのに今日は暖かくてですね、外でゆっくりとさせてもらってます。今日は家内がビーチ連れてきてくれて、2人でちょっと久々にぼんやりしております。義理のお母さんが今日子供面倒見てくれてるので、2人でちょっとお弁当買ってビーチに来ました。でもね、この海すげえ綺麗なんですけど、実は僕の興味というのはむしろこっちなんです。こういうの、このね、数億するビーチ目の前の高級住宅、すげえ欲しいとは言わないけど、まあいつか買えるようにはなりたいですよね。まあこれが誰かの現実である以上は自分の現実にもなり得るわけですので、まあ、頑張らないとね。買うかどうかは別にしろ、やっぱり買う力をつけるのはいいことなんじゃないでしょうか。それを自分の神様にしない限りはと思ってます。はい、これは、知らないおじいちゃんです。これから多分この、安いコストコのボードで入るんでしょうね。このボードから言うと多分初心者です。見るのが楽しみです。はい、でね、ここで一つ気づいていただきたいのが、こういうねビーチ目の前の住宅ってこういうゲートがあったり、こっちにもあった、あれこっちなかったか、どこだ他には、あ、そうそうそう、これ見えますか、これこういうゲートがあったりね。だからこっちの家に住んでるでしょ。で、自分のプライベートアクセスの階段があって、自分でこっからビーチにこう出ていけるわけ。いいですよね、本当に素晴らしい、本当に素晴らしい。まあですので、こんな、優雅な誕生日を過ごさせてもらってます。本当にこういう恵まれた生活がね、いつまでも続くとは思ってないんで、非常に、日々感謝して、こういうところに連れてきてくれる家内も感謝して、遠くからね応援してくださってる、まあ、両親、親戚、友達の皆さん、本当に、お世話になりました。また来年も、来年というのは僕の35歳の年ね、いや36年目という意味か、引き続き頑張りますので、そしてまあその夢に向けての、この日記もね、日々ちゃんとこう取っていきたいと思いますので、まあ何の勉強になるか分かりませんけれども、まあ、ちょっとに暇つぶしになればと思って引き続き日記を取っていきます。そんなとこです。まあクリスチャン人生とねビジネス、人生両方ね頑張りたいと思います。OK、 ではでは、ビーチをバックにしてそろそろバイバイです。ではではでは、またありがとうございました。切ります。